おはようございます。10月6日金曜日です。本日の水揚げ状況は少ないなうーん、昨夜はねしけたんでしょうかね。そうですね、漕ぎ漁ほとんど出れてませんね。やっぱ風があったんでしょうか。なんか禁漁中みたいな感じに戻ってしまいましたね。週末金曜日やれやれって感じですけど、まあしょうがないですね。はい、行っていきましょう。ああ、タコだ。おはようございます。おはようございます。あ、これでもええ値がするよ。ああ、タコがないけね、今。もうちょろへんかに大丈夫。ああ、もうちょろいいね。もうちょろへん。産卵とかも。あれだけ、入りが悪いね。ああ。はい、保証代も、わずかにあるんですけどね。ゴチは、止めか出たのか、わかりませんけど。少しは、あるのはありますけど。高いでしょうね。はい、あもうもわずかにねありますけど、まあそんなに多くはないですよね。あとは昨日もそうでしたけど、現地これも少しだけですね。はい、今日も車エビはね少しだけ。いいね、大きいね。ちゃんとね、こうやって硬い大きいのだけをね寄ってきてくれます。ありがたいですよね。まあその代わりやっぱこちらのはいいねがつきますよね。はい、活魚ですが、あーそうですね、わずかに出荷予定なってますけど、やっぱり出れてない分少ないですね。はい、渡りが少しですね。ちょっと代償ありますけど、渡りも今日はちょっと少なそうですね。はい、こっち、まあ、こっち、600、700って言ったところのサイズですかね。こっちも今少なくなりましたね。はい、こちらにはとりあえずタイがいますけど、これはなりいいのにね、もったいないね。ちょっと目がもう弱いですね。はい、これもそうですね。よく超えてるんですけどね、あまり強そうじゃないですね。はい、車エビも今日は少なめですね。まあ漕ぎは出てないんでね、当然少なくなりますけど。何がいます。ミミイカかわいい。はい、競り場ですがこんな感じですね。ああ、本当前の方に少しだけ並んでるだけで、まあ、いかにね出れてないかっていうことですけどね。はい、平太郎。まあ一軒、ここ一軒だけ出たんでしょうね。宮古ボラ、ここだけ小物がありますね。
小エビもね、うん、ありますんで、あこの龍さんは出られちゃったんでしょうね。はい、おばちゃんおはよう。なんか最近ヤズばっかりじゃね。ヤズ、いやいや小さでもあのなりがいいもんね。ああ。しかし大変じゃ。鈴木は今日は何やったん？鈴木、これなんかこれで来たから。ああ、そうなん。難しいね。何かが取れれば何かが取れんしね。はい、こちらね、じゃあ、まだちょっと、はい、シアカ車エビが、あ、いっぱい飛んで逃げちゃう。よう取れるようになってきましたね。はい、こちらにもわずかに。おはようございます。あーカーマイがいますね。あータコがやっぱ小さいですね。もうほんとタコ不足です。困りましたね。まあ今日はねほんと水揚げがこんな感じ、ちょっと寂しいですね。送りのりですが金曜日、うん、まあ入選もあったんですが、まあまあかな、多いなってこともないけど、まあぼちぼちありそうですね。はい、久々に赤エビが入ってますけど、ずいぶん見なかったですよね。はい、そろそろね牡蠣も出回ってくるようになりましたね。まだ加熱用なんですけど、生牡蠣これからシーズンですね。いいですね。やっぱ冬の方がねなんかこういろいろ出てくるようなイメージがありますけど、はい、牡蠣もこれから出てくると思います。こちらは長崎のハガツオ。カツオもねもう何種類も上がってきますんでね、どれがいいとかいうよりはまあ本当それぞれのものもありますし好みもありますからね。本ガツオ今日はまた山が大きいです。いや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 、あったりなかったりね、なかなか難しいですね。はい、長津を、あーそうですね、もうそんなに増えてこないかな。うまエビ、車とかね、まあ止めてる漁師さんもねおられるかもしれませんけど、今日はさすがにそんなに多くはないですね。あー困りました。そしたらタコが出てくるかもしれませんけど、小さいでしょうね。はい、こちらはシス、イボダイですね。狛江ね、鏡取りくらいしかないです。一瞬ヒイラギかと思いましたけど、
ずかにこっちが2缶だけ出てますが、あーいいこちですね。これ高いやろな。今日はね特に白身が少なそうなんで、まあ、今日はねうちは萩のね昨日入荷して生かし込んだヒラメをバラしていきますんでね、大きいよ、7キロとか言ってましたけどね。はい、アイオのタコも出てきましたが、やっぱり小さいな。すんごい可愛い。もうしょうがないのかな今ね。他の他県ではどうなんでしょうかね、タコ。やっぱタコ少ないんでしょうかね。少ないっていうかね、ないことはないけど、この小さいのばっかりって感じです。はい、こちらにもアコウがありますね。あ、よう超えてますねこれ。あ、これで1キロあるなしぐらい。タケノコメバルは、結構いい方ですね。はい、こちらタケノコとカサゴの混じりですね。これはいい方ですね、カサゴのね。内海のカサゴはね、地味ですよね、色がね。外海だとね、赤っぽいで綺麗なんですけどね。かわいい。背越しサイズですねこれ。はい、ここでアキヤヒ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 ヤ。はい、青ガニ、台湾ガニですね。爪がついてますねこれ。怖い、噛まれたら大変。今アオガニの方がね先に身入りは良くなってきてますね。うん、まあ、今日はね出れてないんで出荷量も少ないんですけど、まあ、今から増えてくると思います。はい、活魚少し出てきましたね。おー、でっかいタコ。これは釣りですね。おー、でかいでかい。おー、立派ですね。あれ、これで2キロぐらいですかね。おー、これも大きいね。これ2キロ超えてるでしょうね。うん、いいアコ。あ、今日はね金曜日でもありますし、他の白身がね少ないんで、まあ相当な値がするでしょうね。ああ、そうね、小バレ、かわいい。はい、大きいのもね帰ってますけどね、いいですね。まあバレもね前回入ったのでよく分かりましたけど、やっぱりなりは大事ですよね。まあ魚は何でもそうなんですけどね。まあサイズばっかりじゃなしに、やっぱり基本しっかり超えてるもんがねやっぱ間違いないですよね。小堀のね剣先は結構コンスタントに上がってきてはいますよね今ね。まあ大きいやつはねめちゃくちゃ高いんですけどね、大きいのが少ないからね。はい、竹の子のおじさん、やつ締め終わりました。やつばっかり。かわいいね。ちょうどアジの代わりに使えばいいかな。片身付けでね。せんでいいからね。
あ、競り始まります。あ、今日はすくもだくんですね。はい、だってあんまり狙うもんなさそうですけど。ましたね。ああ、今日は気合が入ってるような感じがします。うー、山犬。すげえ。はい、地物はね、ほとんど買うもんはないんですけどね、まあ、とりあえず今日、まあ、週末入りますんで渡りガニをね、集めてみました。箱も高いですね、狛江のに。値段だけ大きいです。まあ、とりあえずはね、もういるんで頑張ってみましたけど、はい、今日も萩の方からソーダガツオ入ってます。カッチンカッチン、いいね。鮮度もいいしね。とにかくめちゃくちゃ脂乗ってます。
一番いいのはね、お値段がお手頃ってことですけど。はい、今日も入荷してます。はい、今日はね、白バイ貝も入ってます。週末にね、お刺身していきたいと思います。よし。はい、セリもね、もう少しで終わりそうなんですけどね、まあ少ないからね。はい、私はね、この辺で戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げですけど、まあちょっとね、本当今日はわずかしかなかったですね。少なかったです。まあ出れてないっていうのが実際のとこなんですけど、まあ今日はね、わりかし出れるんじゃないかなっていうふうには思ってます。土曜日ね、明日連休前なんでね、どうしても水揚げが欲しいとこですけど、どうでしょうか。はい、わかりません。はい、ということでね、はい、じゃあね、週末に入ってきました、金曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあ、やるぞ。加藤ちゃん仕事してます。はい、それじゃあね、戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げ少なかったですね。本当言うとね、金曜日でしっかり買って土曜日で調整っていう風な感じで行きたかったんですけどね、なかなかうまいこといきませんね。っていうかね、昨夜は結構やっぱ風があったんですね。まあ我々がね、寝てる間に漁師さん仕事してですからね、夜のことはね、よくわからないんですけど、まあ出れなかったんでしょうね。はい、っていうことなんですけど、まあ今日もね、地物はね、少なめだったんですけど、まあ、送りの方でね、いろいろと揃うことができましたんで、これで今日もバッチリいけると思います。はい、っていうことなんですけど、さあ連休前のね、週末、はい、今日もね、しっかり気合い入れて作っていきたいと思います。はい、皆さんも今日一日をしっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、やるぞ。はい、市場帰りに古巣の清中鮮魚さん来ました。何をしに来たかというと、こちらに昨日ね、灰から来たヒラメを生かさせてもらってます。これをね、揚げてお店の方に持っていきたいと思います。にゃん、8割れ、かわいいね、ご飯食べる。おいしい、おいしい、よかったね、いいね。はい、ということで、はい、入ってみましょう。大きな水槽もあります。すごいね。おはよう。のもっちゃるね。すごいね。はい、すごいね、トラフグ、クエもいます。いいね、5、6キロぐらいかな。あ、クエ何本もおるの、いいな、2本。いいね、食べてみたいな。釣り出し高いじゃろ。あんまりやつくる。これまででしょ。日本少ないよ。なんかでかいとこ。いや、5枚。あ、5枚。これまで14位でやったけど、今日は16位で。ちょっと5枚。ちょっと5枚。見てから判断しよう。ここ来たらね、何でもあります。すごいね。まあ、ここのお客さんはね、もう9割以上がもう納めの料理屋さんとかね、そういったお客さんなんでね、まあ、そういった方にはね、うってつけですよね。いろんなもんが本当にあります。すごいです。ウニもしっかりありますね。さすが。うわー、すげー、物持ちだね。すげえ、ヒラメがいっぱい。ああ、よう集めたもんだな。
まあ連休なるけね、ちょうどいいわね。料理屋さん、ここヒラメいっぱいおりますよ。ヒラメ、あーいいな。どこにもないだろう。こちら大水槽ですね。まあ前にも紹介しましたけど、こちらにはね、まあまたいろんなもんが入ってますけどね。こっちの方に、うちの大ヒラメも入れてもらってます。はい、私も3回ほどここに落ちました。真冬にね、落ちたこともあるんですけど、真冬に落ちると逆にぬくいんですよね。はい、じゃあ探ってみましょう。よいしょ、やっと見つけました。すごい超えてますね。いいですね。はい、今日はね、こちらをさばいていきたいと思います。でか、時期的にはね、ほんとヒラメ今いいんですけどね、地物はほとんど上がりません。はい、ということで目方の方は 6.86、 ちょっと7キロ切れるぐらいですね。もうとにかくなりはいいですよ。アーノルド・シュワルツネッガーみたいな。ふっとい。はい、じゃあこれをね、締めて持って帰りたいと思います。さあ、バラしますよ。もっちゃん大丈夫かな。大丈夫でしょ。でかい。おお、でかい。これ、こうじゃねえか。いや、横がいい。横がいい。はい。はい、ありがとう。マイク一応、寄り道。どうもお邪魔しました。ありがとうございます。クエも持って帰っちゃろう。はい、じゃあね、済みましたんで。店の方に戻りたいと思います。はい、天気じゃ。全日空ホテルの近くです。はい、お店到着です。今日もね、少し曇ってますけどね、まあ雨は大丈夫じゃないかと思うんですけど、あ、昨日もね、晩がしけてたみたいで分からなかったです。おはようございます。お出迎え。うん、早い。はい、うん、よし、頑張ろうかね。よっしゃ。はい、何それ、汁もらったん。おー、うまそう。はい、出していきたいと思います。はい、今日は長崎の方からのどぐろが入ってます。4キロの200グラムサイズですね。はい、まあ、結構脂ありそうですね。はい、入荷してます。はい、パリでーすってやるよ。
はい、肝ですね、いっぱい。アップにしてて面白かった。肝もたっぷりだけどね。肝も綺麗になる。天然ヒラメお刺身完成しました。すんばらしいですね。まあ間違いないです。一番のおすすめです。もし見かけたらお試しください。美味しいよ。でか、変顔。久しぶりに大谷クッキング開催しました。今ねちょっと握ってますね。早送りしてください。ここはビリビリって。みんなね大谷クッキング待ってたかな。これね今日はね見てカジキマグロいただきましたね。こんな感じでのしちゃうよ。お腹が空いた。何も食べてないもんな。これでこれがカジキマグロです。そして続きましてねカニカマのね天ぷらもらったのよ。このピナでもねこれを食べにくそう。半分にしたよか。半分にしたよ。それで、あ、かっこいいじゃんこれ。見て、見ておばあちゃんこれ。カニカマの天ぷらほら、こんな感じにした。それも、ちょっと子供もね、ほら、カニカマ。の天ぷらの私はねエビ天。
てみて、おばちゃん、ほら、すごいやろ。で、これはね、玉ねぎのね、かき揚げ。これ甘いと思う。ね、ちょっと待ってね。それで、玉ねぎのかき揚げ、完成です。今日はね、ちょっとシャリをね、小さめにしますよ。こんな感じでちっちゃいでしょ、これ。こんな感じでね、乗せていくだけだから、ちゃちゃちゃっとできるからね。カジキマグロと天然ヒラメと天ぷらなどなどの握りできました。あと実食します。はい、先ほどはね、大谷クッキング久しぶりに開催いたしました。毎日ね、青山鮮魚 TV ご覧いただきまして誠にありがとうございます。青山鮮魚一同すごく喜んでおります。では昨日のね、コメント紹介いきたいと思います。ドリームアラスカンさんです。昨日一昨日と冷え込み、これからの海水温の低下に伴うわからない油の乗りに期待しておりますが、なんかちょっと社長分かった、ここを入れといてください、もうめんどくさいので。また市場の活気が随分と戻っているようで、今後の活況に期待しています。ちょっともっちゃんがいないけど漢字は分からなかった、ちょっと飛ばしますね、変な分かんないのは。店頭の調理済みの芭蕉カジキの釜、大好物なのですが、広島の下州、ごめんなさい、など一流どころで食べたら4銭から5銭はするでしょう。ところで刺身用のホタテが少し安いようですが、これも中国の輸入禁止処置の影響なのでしょうかね。って、そうなよね、なんか安くなってますね、ホタテがね。続きまして、杉本のまーちゃんです。メガネいる？お疲れオータム、朝はやっぱりオータム、今日も早出で少し肌寒い感じでしたね。寒い日中も良い天気だけど、時々風が強く吹いていました。涼しいね、秋風は。でもね、昨日ね、実家行ったじゃん。寒くてさ、こたつ出したよね。布団やっちゃげた。お母さん寒い寒い言うても、うちが布団こたつこう台持ち上げるけ、布団間挟みやってからさ、こうやって持ち上げたん。で、入ってからこたつ入っちゃった。すごい気持ちよかった。うち早いよね、もうこたつって。この前までクーラーつけよったのにさ、怖いじゃん、このさ、もう秋がない感じ、急に冬が来た感じやね。皆さんはどうですか？もうあっちも北海道も、ま、雪降ってる？降ってた？独り言です、ごめんなさい。ラインナップ良いですね、目移りするほどうまそうな刺身がいっぱいでしたね。新しくタックルボックスを買ったので、ステッカーを早速貼りました。ありがとうございます、まーちゃん。続きまして、八田さんです。先ほどね、午前中来られました。昨日の動画を見てね、カジキマグロが食べたいって言ってね、買いに来られました。八田さんバイク乗ってきた、こうやってね、ブブーンって。ありがとうございます。青山鮮魚の皆様、お疲れ様です。丸尾漁港の2は車エビ2杯でした。仲良しの仲買さんのところでしじみを買いました。ほぼしじみ買うね、安いんかな、一番の方が。青山鮮魚の皆様、今日もにっこり口角を上げてお仕事頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます。続きまして、福田さんです。和夫ちゃん、最近全然出てこんね、またたまにはアップで映りんしゃい。
全体的にお魚高いけん社長も仕入れ大変やね。カジキのカマはお嬢のおやつかと思うた。ちゃんと売り物で出てたよね。完売しました。あれそのままでよかった。家でね焼くの大変だもん。あれ続きまして富永さんです。お疲れ様です。本日もまあまあ魚ありましたね。でかい大煮部ありましたね。ゲットできたらフライできたんですがね。残念。そうよね、大煮部昔やったね。美味しかった。あれもフライが。芭蕉カジキのお刺身良い色してうまそう。大谷ちゃんシイラのフライうまよね。今日も食べました。今日はねマヨネーズピュアッとかけて食べたけど、塩コショウでもねしっかり味が染みてね、しっとりしててね美味しい。富士山も初冠雪だってよ。寒いはず。うっすらね昨日上の方雪が積もってたね。富士山すごい寒いはず。宮崎の、高地方や熊本の阿蘇は最低気温8度から9度だそうです。風邪をひかないようにとのことです。はい、ありがとうございます。皆様いつもいつもコメント。はい、ではね明日はねお母ちゃん来るのでね、また何かあればコメント入れておいてください。よし、そしたらねじゃーん、握り食べちゃおう。もちろんね、また清掃やったけね、帰らしちゃった。ごめんね、もっちゃん。よいしょよいしょ。ではね、ペペペペペッと早送りしながらね、皆さん見てください。流し見してください。なんかしながらとか、お風呂入りながらとか。私もよくそれやるんですけど。どれにしようかな。ちょっと待ってね。よし、これでいい？じゃあまずね、塩が良かったね、これ。玉ねぎの天ぷら。いってみよう。何でも初心者は美味しいんだね。お母ちゃんも明日できれば握るけんね。私見ちゃったよ。お母ちゃん次ヒラメ、ヒラメ食べちゃうよ。甘い。これちょっと早送りするにはちょっと終わらんかもしれない。今日1時間超えじゃ。うまっ、うん、うまっ。これ寿司を見たことないんだった。絵的に上からこう思ったと思う。あ、よいしょ。食べにくいわ。うん、カニ天ぷら。まさかこの寿司のネタになると思えたのね。カジキマグロね、芭蕉カジキ。
にぎりね。でかいからね。ね、メダカね、おでそ取られてなかった、外に産卵しなかった。慣れたのかあれ。2日続けて、不思議だわ。11分使っちゃってる。まあいいか、早くだし。お腹いっぱい。何で？3つか。3つも食べた。うん、あ、これと天ぷらと。天ぷら、そっち。カニカマの方。カニカマの方と。お腹いっぱいになってよかった。おいしかったよ。さすがやね。おにぎり。これが2個分ぐらいある、ね。さあ、あと入ったけ。入るのとカロリーは違うわ。入るのは入るけど、美味しいよね、明太子。あ、寿司が出てる。なんで？あ、なんかお腹いっぱいになってきちゃった。皆さんもお腹いっぱいになりましたか？よかった。明日もね、なんかね、おがいちゃん来るし、なんかできたらいいですけどね。では皆様、本日も一日お疲れ様でした。3連休の寝方もいらっしゃると思いますがね、青山鮮魚も、8、9と日月とお休みをいただきます。明日行ったらお休み2連休、すごく嬉しいです。ではまた明日お目にかかりましょう。おやすみなさい。